我が家の家庭菜園なんだけれども、ネギをね、もう食べれないところとか、白菜の外葉とかね、こうやってボンと投げて置いてるんだけれども、これはね、ただ単にゴミを捨ててるとかそういうことじゃなくて、ちゃんと意味があってやってるのね。何かっていうと、この下はね、まあ当然みんなわかってるけど、土なわけさ。で、この土を寒さに当てないために、こういうふうにやってるの。青森もさすがにね、雪が降るまではここ土出しておけば、剥き出しになってるわけで、ここに霜が降りると。そうすると土が凍る。で、隆起する。隆起っていうから盛り上がってくるじゃん。で、溶ける。で、それを繰り返すと、土がだんだんね、単流化っていうか細かくなってしまうのね。で、風が吹いて飛んでしまうみたいな。土にダメージが及ぶっていうのを防ぐために、こういう風に有機物を敷いて、寒さから守っているという、そういう状況なのね。そういうのを狙ってやってるの。で、これを来年の春集めて、堆肥にするでもよし、通路に敷くでもよしっていうことで、一冬こういう風にして雪の下にしようっていう形でやってます。で、これね、本来であれば、まあ、青森の場合であれば、雪が降って雪の下になるから、土が空っ風に当たるとか、霜で同行するってことはないから、やらなきゃやらなくてもいいの。でもやれば、この下でさ、有機物がさ、供給されて食べて、ね、もう、だいぶグズグズになってるけど、ほら。こういう風にね、グズグズに分解されて、生物が働いてるわけさ。この状態であっても土作りが行われるという、そういうのも狙ってやってるの。有機物供給を兼ねて、表層に置いて、この上に雪が来てっていうことで、これも土作りの一環。で、これが俺一番大事かな、重要かなって思うのは、やった方がいいなって思うのは、雪が降らない地域。例えば関東とか、雪が降らないけれども、あそこも寒いじゃん。ね。俺もさ、静岡行ったから分かるんだけども、何回も霜が降りて、で、凍って溶けて、凍って溶けてを繰り返して、から風が吹くじゃん。湿度も低いから、乾燥してるから、そうすると土が飛ぶわけさ。で、表面にある土が一番大事な土なのさ。まあ、土の大トロと言ってもいいんだけれども、表層の土がね。その土が飛んでしまうのさ、関東の場合。だから、こういう風に、被覆をしてあげればいいよって、そういう風に教わりました、静岡で。だけど、まあ、広い面積であればさ、こんなことできないじゃん。まあ、家庭菜園だよね。だったらこういうことができるわけさ。ね。広い面積どうするって言ったら、例えばね、あ、できるんだれば表面に堆肥を敷くとか、堆肥次の年買ってきて入れるんだったら、秋口、栽培が終わった時に、買ってきて、表面に敷き詰めておくとか、あとは、秋に、ねえ、秋起こしっていうか、栽培が終わった後に耕すことをやめておくとか、そうすることで土の構造は保たれるし、表面に生えてるこういう草だって、寒さから守ってくれるためにいるんだから、ね、守ってくれるんだから、まあ、あの辺の草とかもね、そういうのが、土を守ってくれると。で、春に耕せばいいという風にしたりね、まあ、緑肥を撒いて、ある程度土を、寒さから守るっていうやり方もあるし、とにかく土を裸にしないっていうことが俺は重要かなって思うんで、関東とか雪の降らない地域でも乾燥する、風が吹く、空風が吹く、そういう地域の人であれば、こういうのやった方がいいかなと思います。だから、この程度の面積であれば、こういうふうにやることもできるし、できないんであれば、栽培が終わった後、成長の早い緑肥とか巻いて、植物を生かしておくとか、秋に耕すってことをしないとか、そういう工夫をすればいいんじゃないかなと思います。俺はとりあえずこういうふうにやってるの。まあ、落ち葉を集めてきて敷き詰めるもよし、とにかく、空気にさらさない、裸にしない、拉致にしない、耕して、しまわないとか、あとはビニールマルチ、あれも張ったままにしておいて、まあ、張り直すんだら次の年に剥がして、耕して根を直してまた張るとか、そのビニールマルチだって寒さから守る、風から守ることになるからね、草が手に入らない人はそういうやり方もありなんじゃないかなと思いますね。だからとにかく土を守るため、で土を作るため、まあもう一回見せるかね、これ豆の葉っぱだけども、もうグズグズになって、こういうのも虫が食べてくれるわけさ。雪の下だって虫がね、動いて食べてくれて、で、糞をして、その糞をまた別のが食べてっていうことで、土作りが進んでいくんで、そういうのも狙って、仕込みをしてるの。堆肥にするだけじゃなくて、生の有機物を敷き詰めて、土作りっていう形にやってます。特に本当に
最後、まあ、何回も繰り返しになるけども、関東ではやった方がいいかなって思います。とにかく土を裸にしない、風に当てない、寒さに当てない。っていうことを工夫に入れてみると、有機農業っていうのがだいぶ楽になってくるかな。何もしないで土を作るっていうのはまず無理なんで、化学肥料とか、牛糞堆肥とかを毎年春に入れるっていうんであれば、秋起こして耕してもいいけれども、なるべく使わないで、無肥料とか、低肥料とかでやっていくんであれば、こういうふうに土を守りながら土を作るっていう活動をした方がいいとは思います。俺は毎年こうやってやってます。で、ほぼほぼ肥料入れてるのかな、入れてるかなっていうか、まあ、こういうのが結局肥料になっていくし、米ぬかを巻いたりしてるから、その程度で済みます。結局購入してきた肥料は使っていないんで、まあ、だいぶ自然農法に近い、無肥料に近いような状況になっていきます。まあ、完全に無肥料というわけじゃなくて、有機物を作って、有機物を供給して、それで生き物を生かし、土を生かして、作物を取ろうっていうやり方なんで、まあ、その一例として雪が溶けたんで、動画にしました。もし参考になれば幸いです。まあ、こういうね、出荷で、ね、お店の人がこれいらないと外の葉っぱ剥いて綺麗にしてくれって言ったやつ、ね、俺も食べないからこの辺に巻いて、自分が食べないものは、土に返す、植物、動物、微生物に返して、で、循環して植物の栄養になるっていうのを狙ってやりました。また別の場所もあるんだよな。うん。ね、ここなんかもさ、スイカとかなんかいろいろ植えたんだけれども、これミョウガだな。ミョウガの葉っぱを敷いて、同じことを狙ってやってます。ね、何でもいいのさ、有機物であれば。ただミョウガは、多分、来年すき込んでもダメだろうから、ほら、これサツマイモの葉っぱだ、粒だ。こういうのは完全に分解されないから外して、堆肥にして、入れ直す、敷き詰め直すっていう形で、やりますね。うん。で、それでも余った有機物っていうのは、こういうところにさ、隅っこの方にまとめて、小豆の殻だな。で、これは大豆の殻。で、もみ殻もここに大量にあるんだよね。うん。で、柿の葉っぱとか。とりあえず積んでおいて、腐熟させて、完全に分解しなくても、俺は畑に戻すし、だいたいこういうのは通路に敷いちゃうんで、特にこういう豆のさ、太いやつ、これは通路に敷くようにしちゃう。でもとりあえず、ひとまずここに一冬置いて、置くという形。で、ここに置いとけば、この下だって土がね、できていくし、こういうのも、この下にも一応吹きとかあるんだし、これブルーベリー生えてるんだけど、そいつらの栄養になればいいなと思ってやってます。ここにミョウガが生えてるんだけども、まあ、こうずらっと一列ね。この部分にだって有機物置いてるし、柿の葉っぱ置いてるし、っていう形で、有機物、家で出た有機物は全部畑に戻すっていう形でやってました。うん、こういう形でやってもらえればね、随分費用、購入する量も減ると思うから、お金もかからないでやれると思うんで、トマトの枝とかでも、ピーマンの枝でも、ナスの枝でも全部土に戻してます、うちは。とりあえず今の時期、冬を迎える、これからの時期であれば、こういう風に敷き詰めて、寒さから守って、関東であれば土を傷めないように、凍って溶けてを繰り返して、空風で飛ばないように、土の大トロが飛ばないようにっていう風にすれば、俺はこれいいと思う。関東だったら絶対俺これやる。うん、やります。で、青森の場合だったらこの上に雪が積もって、ここで微生物たちがこの餌にして土を作ってくれる。うん、っていう形でね、土作りやってます。これが今年最後の農作業って感じだね。うん。雪物が出たらその都度入れていくっていう形でこういう風にやってましたんで、まあ、参考になったらやってみてほしいなと思います。